帝国磁気工場は、ソビエト連邦時代には、ロモノソフ磁気工場と呼ばれたロシアを代表する磁気工場で、サンクトペテルブルクにある。コバルトネット磁気磁気工場が、エリザベータ女帝の命で、1744年当時、ロシアの首都だったサンクトペテルブルクの郊外に作られて、主にロマノフ家のために製作した。これに先立った1718年、ピョートル大帝は、 ヨーロッパ外遊の折、ドレスデンで、マイセン工場を見学しており、フライブルクの製鉄関係で働いていたで、ドミートリーヴィノグラードフによって創立された。彼の時期は、ロシアの材料を使いながらもマイセンに似ていたが、姿形は、中国の陶磁器に似せたと言われている。18世紀後半、エカチェリーナ女帝の時期に、この時期工場は、最盛期を迎え、 1765年には帝国時期工場と呼ばれるようになった。19世紀になって、ベルリン王立時期製闘所や、セーブル焼き工場からも技術者が招かれ、またリモージュ焼きの香りナイトも使われている。20世紀に入り、ソビエト連邦時代には、ロシア科学アカデミーに属していた時代があり、科学者の大先輩であるロモノソフにちなんで、 レニングラード・ロモノソフ磁気工場と改名されている。この磁気工場の先売になるコバルトネット磁気は第二次世界大戦後に作られたものでドイツ軍により900日近く行為された。レニングラード市民が窓を目張りして耐いた経験から着想されたもので、帝政時代からあるデザインではない。2014年、この磁気工場は帝政時代の名称、帝国磁気工場に戻った。 工場に併設して帝国時期工場博物館がある。ありがとうございます。